はい、こんにちは、天野真中です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、前回デロニクスデカリーの針金の作り方っていうのを皆様にお伝えしたと思うんですけれども、それがねどうなったかっていうのを見てみたいと思います。大体1ヶ月半ぐらいかな経ったんですけれども、かなりね僕が2週間ぐらい見てないうちに東京に出張に行ってる間に変わってますので、変化を見ていきたいと思います。はい、では早速行きましょう。まずこちらですね。はい、すごく変わっております。ただですね、デカリ成長がめちゃめちゃ早いからか、少しねめり込んでるやつもあって、これはねこれですごくかっこいいから、今後ね上り竜みたいなこういう形で作っていきたいんですけど、こちら見てください。かなりねめり込んでるんですよ。ちょっとね今から撮っていきたいと思います。じゃあ撮っていきますね。これはすごいな。やっぱりめり込んでる。こんな形で出来上がりましたが、ちょっとやっぱ めちゃめちゃめり込んでんな。ここが見えますかね、ここがめっちゃめり込んじゃいました。デカリね、成長太くなるスピードがねもうめちゃめちゃ早いんで、再生スピードも異常なんですけど、ここがね太くなってちょっとめり込んじゃいましたが、こうやって見るとすっごい可愛いですね。この間やってたこちらの株、こちらに関してはめり込んでいたところはあったんですけど、ここがねあんまり気にならないようになったんで、デカリね成長めちゃめちゃ早いんで、今後ねまたねこうへこみっていうのはこちらの株がねこうなることは間違いないと思うんですけれども、しっかりね作り込んでいきたいと思います。約ね1ヶ月半で本当にね葉が大勢になるも早いし、幹がねとにかく太くなるのが早いんで、このねデカリに関してはやっぱり早めにね針金かけないといけないなっていうのはすごく感じましたし、自由に針金でこう自然なね自分が求めるねこう樹形にしたいということであれば、本当にね早めに本当に若い苗木のうちにねやるのがいいのかなと思いましたが、結構かっこよくなってるんじゃないでしょうか。非常にね嬉しいですね。これがねもっともっと太くなって、ここで詰めてね作れたら最高だなと個人的に思っております。ではですね、他の針金したやつもちょっとね見に行ってみましょう。はい、はい、次はこれですね。これも外しちゃいましょうか。ここは2つに分かれてるんですね。これはよいしょよいしょ、はい、ここはね2つで分かれてるんで、これからねまたどうするかっていう形ですけど、もう一回ね針金付け直してもいいかなと思っております。面白い。はいはい、次に真下に向いているやつですね。これも針金外すとこうやってこんな感じで出来上がっております。すごいいい感じ。で次はこちら。これね多分太くなるのめっちゃ早いな。超めり込んでる気がする。よし外していきます。はい外れました。はいこれもね見えるかな、すごくね針金のね跡がついているんで、やっぱりね今の時期1ヶ月半でこうなるってことは、3週間から2週間目と半分の時期っていう3週間ぐらいかでね外した方がいいのかなと思います。はい、ちょっとねめり込んでるからちょっと商品にできるか不安ですけれども、はいしっかりねまたこのまま外してね作り上げていきたいなと思います。はい、おこれめっちゃいいな。これクリクリクリーンってなってる。めっちゃいい。クリクリクリーンとなっております。はい、そうかな、これ大丈夫かな、そしてこれもこうしといてあげたい。これはねめり込んでないんで、これはねめり込んでないんでこのままにしておきましょうか。すごいいい。これも下に行ってるやつですね。おおすごい面白い。もう一回こっちにねこうね上げていくか。これはちょっと針金を付け直して仮止めしといて、ここでこっちの細い方で細い方をつけて、よいしょ、こっちにもう一回曲げましょう。はいもう一回ね曲げてやりましょう。はいよいしょ。これね丸くしているやつもあります。こんなやつもありますね。でもねこれ先伸び始めたんで、これも新しくかけ直していきましょうか。よいしょ、こっちにねキュッとキュッと回していこうか。どうするのがかっこいいんだろうな、よくわからん。はい、こんな感じでちょっと今見づらいかな、こうねサークル状にしております。はい、福岡でのイベント終わって帰ってきてね被植物見てるんですけど、あとねパキプスとかも針金したのあるんでちょっとね見てみましょう。どうでしょう、寝伏せのパキプスです。ちょっとね横にこうやってね曲げてます。
めっちゃかっこいいっすよね、うん、横にねやりたいようにやってますね。パキプスもね本当に今のね夏はね直射日光に当ててもらって育ててもらってもいいのかなと本当に思います。最強にかっこいい。こっちね針金見て昔から寝伏せしてるやつも絶好調、最高ですね。あと最後にこちらが、パキプス、作り上げているパキプスですね。僕がちょっと本気でねパキプスのね一番かっこいいのを作りたくてやっておりますが、めちゃめちゃいい感じにできてます。横から見ても最高、こっちから見ても暴れてます。はい、約2週間いや1ヶ月ぐらいか、かなりねいい樹形になってきました。これはこういった形で針金で作れますので、バキバキ、ほぼね毎日水あげてますね、うん、最高です。はい、これはね作り上げて世界一のパキプスにしたいと思っております。はい、すごい。こうやってねこういうここの根元につけてもらって、そこからね枝にね向きをつけてあげるといいです。パキプスはね本当ね自分が思った方向には絶対動いてくれないんで、こういう風にね針金で作り上げていただいた方がいいのかなと思います。最強パキプスでしょこれは。最強パキプス、最高です。はい、これはね珍しくてちょっとね白肌ボディで濡らすとねグリーンのねここの今ねゴツゴツがね新しい表皮がねで内側からバッと出てきてるんですけど、まあ、最高で、新しい葉も絶賛展開中です。はい、暑い、こんな感じで直射日光にねギュンギュンと当ててもねこれぐらいのねスペースはね一節空きます。はい、かっこいいです。ということでですね、かなりね短い動画になりますが、あの針金で、ね、作ってみて約、1ヶ月ぐらい経ったんですけれども、こうやってね針金の跡がね、デロニクスデカリはね早すぎてついちゃったんですけれども、非常にねいい形で面白いね形が作れたのかなと思いますので、パキプスデカリ含めてね灌木系皆さんね面白い樹形ぜひね作ってみてください。はい、本物のね盆栽屋さんが今後ねやるかもしれないんですけど、僕もね上手くなっていいデカリ灌木系が作れるように頑張っていきたいと思います。そんなところで今日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひねグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。暑い、やばい。